どうですか今日は、今日の調子。今日もあの稽古はバリバリ調子いいです。調子がいい。はい、はい。明日は一日休んで、また次の日からまた稽古頑張ります。頑張ってるね。はい、うん、いつも新しいことに挑戦しているコタくんですが、今回の挑戦は何ですか？まあ、どんどんあの自分の中で役を新しくして いくのがなんか今回自分の目標だと思ってます。新しくする、脱皮、ね、脱皮役を脱皮させていくの、はい、じゃあ新しいコタくん、また引き続き頑張ってね。はい、頑張ろうね。頑張ります。まだ撮ってる。お腹いっぱいですか？お腹いっぱいです。腹いっぱい。お腹減った役できますか？今日はもうできないです。お腹いっぱいになっちゃった。何食べた？今日何食べた？ナスの煮付けじゃないの？今日はホルクスハンバーグです。時代劇では食べないものだね。ホルクスハンバーグの中にお腹の煮付けがあったでしょ？ないです。昨日お父さんの時代劇見て、こういう芝居がしたいって言ってましたが、どうですか？ひなちゃんと二人でああいう芝居をしたいです。真珠の役。決まりです。